こんにちは。テ売を堀秀夫です、えー。今日のですね、ツールを使った Amazon 輸出セミナー,、えー、その資料を作ってたらですね、えー、いつの間にか3つほど売れてたことに気づきました、えー。これがツールを使って登録した商品の中で売れた商品ですね。えー、と登録したのは、えー、324個、えー、登録しました。これで大体かかっている時間が えー、全部チェックしたりなんだりっていう時間まで含めてですね大体2時間ぐらいですかね、えー、実際に作業してた時間は、えー、もっと短いと思いますただ資料を作るのにですねどれ取ろうかなとかいろいろ考えながらやってたんで時間かかってますけど、えー、そのままやってたら2時間ぐらいですねツールが動いてる時間は当然もっと長いですけど、えー、作業はすぐ終わります で、まあ、この売れた内容をちょっと説明しておきます。まず、仮面ライダーフォーゼのえベルトですね。これが、えー、103ドルで売れて、で、入金なんのが、えー、92ドルです。えー、約7000円ぐらいですかね。で、物はこれですね。4072円でアマゾンが売って送料無料で配送されます。 あとでこの EMS の方でですね、まだあの発送してないんで、売れたてのほかほかですから、発送したらですね、これいくらでえ発送できたとか、そういうのも含めてまたえお伝えしたいと思いますえ後であ。あとで、セミナーのですね、アフターというか、追加という形でえ送らせていただきます。それから、トミカワールドハイウェイ、こちらが113ドル。 113ドルですから、9000円ぐらいですね。えー、こちらが3318円。3分の1ぐらいですね。で、えー、送料無料でやっぱり Amazon が送ってくれます。で次にワンピースの、えー、フィギュアですね。こちらが186ドル。 186ドルですから、1万5000弱、1万4800円、まあ、1 4000円くらいですかね。こちらが8800円ですね。というように、えー、かなり効率はやっぱ良かったですで。今回セミナー参加者の方には、えー、そのキーワードを入れてもらってで、出てきたリストをお送りすると。あと、それから、えー、実際に差額のあった1000リストを渡すと。 あの無料でその前に渡しますとお約束している100リスト合わせると合計1100のですね価格差のある商品のリストとあと自分で選んだキーワードに対して出したリストを手に入るわけですまあ私が実際使ったのはその3分の1ぐらいのリストでこんだけ登録してますんでまあきっと あの似たような成果というか、もっといい成果を皆さん出せると思いますんで、えー、頑張ってください。以上、転売を堀秀夫でした